ドミさん、こんばんは。マサシュと申します。本日はね、こちらのサンローランチダンというアプリゲーム実況プレイしていきたいなと思います。ちなみにね、これ普通に実況するんで、ではなく、拙者ね、何を隠すと、このサンローランチダン様から、案件の、提供やってくれないかっていうね、メールをいただきまして、で、そちらを、やるのではなく、普通に忖度なしで実況プレイしていきたいなと思います。上にプロモーション表示みたいに出てないだろ。これ出してないってことは、普通の動画なんで、これ出さないと案件とかやっちゃったらバンされちゃうんで、安心してください。お金は一切いただいておりません。はい、なんで断ったんかって言ったら、最初アホすぎて、メールのやり取りができなくてですね、その難しいことめっちゃ言われるんですよ。やっぱりちゃんとこういう企業様とかのやり取りでね、ちゃんとしてるんですけど、最初18からね、働いてて、もう全くそういう経験がないんで、何をどうしたらいいのか分かんなくて、途中でメールを諦めてしまい、ボスになってしまいました。まあ、とりあえず断ったな。おい、おい、最初こんなね、しょうもない、こんなサンローランチじゃんとか全然分からんような無名ゲームをやるわけないだろうか、お前。たかがそこらのね、そんな実況者にはならない。惜しいことしたな、マジで。はい、ってことなんで、まあ、やっていきましょうか。タイトルがね、新作、超爽快、騎士アドベンチャー RPG。やり始めたら止まらない、無限の宝箱が開き放題。開いた数だけ強くなる。騎士と美少女パートナーを楽々育成、無限にもらえる宝箱で楽々って、タップするだけで次々と宝箱を開き、ゲットした装備や経験値、その場を、騎士を強化。毎日もらえる宝箱の数が多すぎる？はてな。オートモードで自動を宝箱、放置ゲームっぽいんですよね。可愛い美少女と、はいはい、ただなる、種族の強敵。なんかいろいろファンタジー系っぽいですね。自分だけの戦闘スタイル目指せ。連撃派に、いろいろな属性もあると。ミニゲームも満載。ほう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 。なんか楽しそうですね。絵を見た感じ。こう可愛らしい美少女たちがいますね。で、宝箱と。可愛いな、この子。ドットなんかな？下のこうキャラクター見たらそうなんですけど。こんな感じでまたバトルみたいな。ランキング戦で最強騎士。はいはいはい。なんか、あるんやな。ほんでミニゲームもある。なかなか面白そう。まあ、中華ゲーなんで、まあ、ちょっとそこそこ期待できないんですよ。早速やっていきましょうか。契約ポリシー同意しますと。はいはい。同意の上でね、いつものやつですね。お、来た。サンローラ騎士団。ゲームを開始。お、やるか。もうゴミ。もうこの時点でカスですね。このログインさせるなんなん？これ最近のゲームってこんなんな、あるっけ？いや、これちょっとマイナス評価やな。はい。忖度なしでね、いくんで、このログインさせるなんなん？俺、やめようぜ。うん、まあログインしましょう。はい、ログインしたんで早速やっていきましょう。ハロハロ、こんにちは、冒険者さん。ローランド大陸にようこそ。お、チュートリアル始まりましたね。可愛らしい美少女、金髪美少女。うん、いいですね。冒険の旅に出かける前に、まずはもっと強くなっておきましょうね。と、あ、チュートリアルっぽいっすね。んなんこれ、宝箱？これ押してどうするん？あ、緑の矢印が出ましたね、と。この上の、なんか、パワー、なんか、ステータス上昇みたいなマークかな。新しくゲットした装備の能力値が元の装備より高い場合は、緑の矢印が表示されるんです。今回はいい装備を入手できたみたいですね。あ、落とす。任務を完了したら、報酬の受け取りを忘れなく、任務ってこれか。あ、なんかミッションみたいなやつですね。宝箱をゲットしたら、あ、下のこの、待って、なにこれ。終わり？チュートリアル終わった。チュートリアル終わったんやけど。どうすれば、ぶち、いきなり放置されたんやけど。はマジでえぐ。なんも、マジ入社1日目で挨拶されて放置みたいな感じ。はえぐ。金体のさ、タイムカードの押し方だけ教えられて放置されました。どうするのこれ。宝箱、これ引けるやん。あ、これ、これ、メイン任務をクリアして、メイン任務ってどれ？どういうこと？メイン任務って、なんかクエストはどれで、クエスト。は？は？何の説明なんや。なんか、メイン、宝箱だけ回させられるんけど。どういうことこれ。メイン任務どれ？説明の、の、うわぁ、もうマイナス4かすぎだろ。クソゲーやんか、お前。ふざけんなよ。は？何これ。どうすればいいんこれ。宝箱引かせられたらいいんか。だってできることがこれぐらいしかないよな。マンモス、メイン任務、なんか詳細能力値、こんなんどうでもいい。初心者に、俺らにとってはどうでもいいゲーム。メイン任務ってなんなんこれ。メイン任務は何これ。どういうこと。設定、サウンド OK。メイン任務って何。チュートリアルってさ、バトルとかもないん。これた、この、宝箱だけ、引かせるだけ、やり方だけや。なんかミラティブとコラボしてるっぽいっすね。はぁ、なんもないんやけど。どういうことや。メールは何もなし。かわいい。何これ。ひたすらこれするだけ。あ、クソゲスキンか。あの祈り色引いたよ。待って、何も話が進まん。
ごめん、見逃した。もしよしの森に行って精霊さん、やっと来た。あれから5分ぐらい、ずっとこう、ガチャ、宝箱上げてたんですけど、なんかやっと来ましたね。レベル 5? 何回引いたらいけるんだろう。やっと来たみんな。これマジでさ、わからんって放置されるもん。よくない。チュートリアルこれガバガバっすね。よくないこれ、最悪。とりあえずこれ攻撃、攻撃やって。ああ、すげえ、倒した。終わりや。シンプルすぎおい、うざけんな、これシンプルすぎるだろ。なんやねん、今の。どういうことこれ。なんか宝石みたいなのあるよ、これ。攻撃。すげえ。全然な、これ。ゲーム要素ない。俺、拙者何も触ってない、これ。ムービー見てるだけ。もう全然。ごめん、これは面白くないわ。若者にはウケない。なんかこういうゲーム、中国ゲーあるあるってさ、なんかおっさんがやってるイメージない？なんかさ、見たこともないゲームっておっさんようやるよな。なんか、なんていうんですか、クラッシュオブクランとか。ああいう系おっさん大好きじゃよな。なんかこういうの多分おっさんには向くと思う。30代から40代ぐらいの。もう、拙者たち若者に対しては無理ですね、これ。まあ、でも全然面白くない。もうこれなんだ、これ狼男と戦ってますけど。なんかゲーム要素ない？ボタン押すだけやん、これ。なんなん、これ。てかガチャとかはないんか？ガチャってあれ、宝箱開けることもガチャなんかな？これ何をすればいいんか全くわからん。メインストーリーもないし、これ。何なんだろうな。世界、世界線のさ、説明も一切ないんよな。ほんまに。このさ、なんていうの、サンローラン騎士団っていうのは、どういう騎士団なのかとかさ、何にその騎士団が存在するのかっていうのは、なんか一切ないんすよね、説明も。世界線のストーリーが、全然ないからさ、没入もできんしさ、自分は何のためにこのゲームをやってるのか見出せなくね。ちょっとよろしくないっすね。あ、負けそうなんやけど、なんか。あ、負けた。え？何これ？今負けたから、もう一回宝箱を開けろ、ループすると。なんこれ、一生に様なしみたいやん。おもんな。なんだこれ、はぁ？さ、ミニゲームみたいじゃない？これ。できんわ。戻る。これ。なんかさ、魔法石みたいなの触れたやんか。これ、ゼロなんやけど。なんでゼロなんこれ。どういうこと？さっきのゼロなんやけど。は？なんでゼロなん？なんかいっぱいゲットしちゃうな、拙者たち。あ？なんでゼロなん？そんな説明も一切ない。もう、ゴミゲーですね。はい。これ何もできんやんか。もう、こういうの繰り返しやったら思わないって、こんな。つまらんわ。はい、ってことなんで。いや、もうごめんなさい、みんな、このサンローラン騎士団を純粋に楽しんでいる方、拙者みたいな、こういう、全然知らない状態で、まあ、いざこう始めたら、まあ、わからんわ、チュートリアルも何もないし、世界線のストーリーの話も一切ない、なんか、まあ、評価5点中1点。ごめんなさい、これ1点スプロロロ、1点、バーン、ほー、トゥデイズ、ヒトギンズポイント、ワン。1点は、イラストがとても素晴らしい。可愛いらしい、こういう、キャラクターがすごい可愛いんで、まあ、そこだけかな。他は、もうゴミですね。はい。ってことなんで、こんな感じで、いや、企業案件受けなくてよかったです。もう絶対にさ、これどう、考えても、面白くできなかったと思うんで、拙者は、これ、断ってよかったなと、思います。まあ、値段は、あれなんですよね。なんぼで来たとか、これ実はね、いくらでじゃあ来たって言われたら、俺が提示せなあかんかったんですよ。まさしさんはいくらぐらい、希望ですかみたいな。そんなんさ、わからんやん、相場とかが。だから、もうそれを送る前に、もう、アホすぎて、メールのやり取りができなくなって、お蔵入りしました。アイドルファンの皆さんも、ぜひよろしければやってみてはどうでしょうか。拙者はもう二度とやらないですね。はい。以上、サンローラン騎士団の忖度なしレビュー、企業案件を断った男による、ガチレビューでした。バイバーイ。